前田さん、ご連絡ありがとうございます。なんか映画やっぱり良かったみたいですね。で、これ他の方からもレビューが寄せられていてですね、もうなんか思ったより良かったのかね。今まで見たアニメ作品の中で、まあ随一最高だったと。だからこれを見ずして、いやアニメって面白いよねって言ってるのが、なんかうすら寒く思えるみたいな、ね、意見もあってね、そこまで言うことはないだろうと思ったんですけども、まあそのぐらい思い入れがあったんでしょうね。まあ作品の歴史としては、おおむね50年ぐらいありますからね。ここに熟成されるまで。うん。なんかまるであれですよね。鉄腕アトムの続編を見てるようなね。まあちょっと違うかもしれませんけど。なんて言いますかね。過去の作品を見てきたファンが、幼い頃に胸を躍らして、すごい世界観だなとかね。すごい作品だなとか。自分だったらこういう風なストーリーにするのに、こういう登場人物がいたらいいのに、この登場人物いらねえよなみたいなね。で、登場人物のこの、なんですか、性格はこういう風にした方がいいんじゃないのとか、サイドストーリーはこんなんがあったらいいよねとかね。まあ、様々詰め込まれた、まあリメイク版になったんじゃないかなと思うんですよ。で、ね、やっぱりね、リメイクっていうのは、大体評判が悪かったり、あと、あれですよね、アニメとか漫画を実写にすると、結構評判悪くなるんですよね。まあでも私はね、結構ね、リメイクとか、実写版とかに好意的な解釈をする方なんですよね。うん、何よりも原作者がこれでいこうって決めてんだから、まあ、何よりだと思うんですけども、なぜかね、先駆け男塾にしてもね、ジョジョの奇妙な冒険にしても、何実写版になると急にねファンがそっぽを向くみたいなことがありますけども、私はファンとしてはどんな形になっていようが、それが黒歴史だろうが、まあなかなか認めることができるのがファンじゃないかなと思うんですよね。なんかあれですよね。他にも、あれがありましたよね。アクイリアスシンドロームですか？アクイリアスレクイエムですか？なんかあんなのがね。あれもなんかちょっと小説版なんですけど、見逃せないかなと思ってるところです。あれを見ると、さらに作品の良さが滲み出るそうですね。後半が楽しみですね。まあストーリーの方、まあシークレットにしていただいてご配慮ありがとうございます。これからも作品の、まあああでもないこうでもないといろいろと盛り上がっていきたいですね。ちなみに私も今回の動画ね、見てる人に配慮してものすごく曖昧な言い方してます。もちろん作品をご覧になった方は、あ、これを言おうとしてるんだなっていうのはお分かりいただけたんじゃないかなと思いますけどね。それじゃあこんばんは、以上です。いってらっしゃい。